こんにちは、バイリッシュ日本語オンライン授業のツッキーです。今日もまた来ましたね。ようこそ、ランジバニーウィッツキーへ。3回目ですね。この授業では日常会話でもすぐに使える言葉を紹介していきます。それじゃあ今日はできたと何それを勉強していきましょう。できた？先生、作文が終わりました。もうできたの？早いね。宿題全部できた？もう少しで終わりそうだけど。料理できた？みんな待ってるよ。もうすぐでできるから待ってて。試験できた？まあまあだったな。何それ？何それ、ライオン？わかんない。犬を描いてんだけどな。誰か人に行けばよかったのに、完全に迷子になっちゃったよ。何それ、私のせいだって言うの？何それ、どうしたの？昨日やけどしちゃってな。俺、スカートと似合ってる？え、何それ、かわいい。この授業は毎週の土曜日にアベリージのホームページからお送りしていきます。また来週もどんな言葉を紹介していくのか、皆さん楽しみにしてください。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。頑張ってくださいね。ありがとうございます。